はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、無課金103サーバー、こっちの錬金闘座やっていきたいなと思います。こっちがね、もうめちゃくちゃ楽しい。それを見せたい。何がっていうと、こいつっすね。直江兼継。今、スタミナ消費して、クラスアップの赤まで持ってったんですよ。直江兼継を。そしたらね、めちゃくちゃ強くなりました。で、今、錬金闘座2000やったんですが、まあ、それをね、ちょっと、見てもらおうかなという、そんな感じです。で、今回、直江兼継ファンに送る、そんな感じの動画にしたいなと思います。超覚醒まで終わってます。でも、ほぼね、完成してる直江兼継です。まあ、ちょっと装備がね、ここは85なんですが、はい、まあ、この辺はね、100で、まあ一応覚醒も4まで上げてっていう感じです。で、並びはこうしてます。不動の後ろに置くっていうのがポイント。で、不動は、覚醒終わってて、経絡解放は必殺まで終わってます。で、必殺経絡解放すると、下の方ですね。一旦の間、必殺ダメージ増加 30% 上昇する。さらに必殺技を発動可能にする。後ろのやつ。なんで、この、不動が打つと、必殺発動可能になるんですよ、後ろは。直江兼継が必殺打てる可能性っていうか、まあ、回数が増える。まあ、せっかくね、この必殺まで解放して、まあ、直江がなかなかね、必殺打てないですからね。まあ、そこはちょっと弱点じゃないですか。そこを補う、不動で。なんで、この直江兼継はアタッカーです。それをちょっと見てもらえたらなと思います。じゃあ、行きましょう。はい、それでは1戦目。剣速はね、今7位かな、8位かなので、まあ、ほぼほぼ、先手取れますね。20位くらいの戦いだと。で、相手は、まあ、剣士は完璧だね。最新の剣士が揃ってる。まあ、よく見るパーティーですね。倒れるわけにはいかん。まあ、ガルダ、ファルコ。で、龍拳とね、刑事と揃ってる。まあ、この全然違うパーティーっていうのがいいよね。さあ、まず1ターン目。ラオ落ちた。あ、で、ユリアが、パッシブまで解放してあって、不動が必殺まで。で、ソニックは経絡解放、まあ実装待ち。で、ショーザが、パッシブまでですね。で、直江兼継が超覚醒。で、ラオウが必殺まで。無課金って言ってもね、まあ、結構進めてあるんですよね。戦う剣士たちの光を。で、クラスアップもラオウと直江兼継が赤まで来てるので、で、あと他が黄色プラス5プラス5、不動がプラス4だったかな。まあ、あの、育成する剣士を絞ってるので、まあ、そんな感じで進んでるって感じですね。なんで、無課金でもね、まあ、十分やれますね。まあ、これで経絡解放が来ても、なんだかんだね、あの、戦えてるので、
てんよ。レディーゴー。この気絶ばらまくのがいいんですよね。相手のしたいことをさせない、そして時間を稼ぐ。さあラオ落ちて、フドがピンチですね。天はこのラオウを望んでいるのだ。まあ、直江の怒り待ち、憤怒モード待ちです。それまではソニックが頑張ってくれる。はい、大丈夫、帰還。まあ、21サーバーとはね全然違うあのパーティーにしてます。じゃないと飽きちゃうので。まあこっちはねこれからもちょっと癖強めでいこうかなと思ってます。まあ俺こっちのパーティーは気に入ってるんですけどね、面白いんですよね。あ、で特攻隊長はね、取りました。ちょっと動画外で引いちゃいました。あ、21サーバーの話です。で一応ね育成して、今がレベル98とかのね、まあ育成 50% くらいまで育てました。個人的に性能はかなり気に入ってます。まあどこまで育てるかはちょっと考え中なんですが、天はこのラオウを望んでいるのだ。あ、直江怒ってます。この怒りの直江をね見てほしい。いざ入る。刑事殿、いざ行かれよ。このダメージ、全員持ってく。もう一発。いや楽しすぎないっすかこれ。いやこの楽しさはね21サーバーの向こうじゃできないんですよ。面白すぎるってこれ。さあ、あとは OK ですかね。でちょっとスキップしちゃいます。はい、じゃあ2戦目。相手はガルダはいないけど、まあ完璧ですね剣士は。レディーゴー。さあラオ倒して、いいね。天はこのラオを望む。この龍拳を止めてるっていうのがね大事っすよね。はい、帰還。
ラオウのパンチは効かん。効かん効かん。戦う剣士たちに光を。ソニックはね、時間を稼いでくれる。さあ2ターン目。まあなんだかんだこっち剣速5万見えてきましたね。みんなに5かも。レディーゴー。100超えてるサーバーで無課金でたまあまあ早いんじゃない？ 5 万は。3ターン目。序盤の直江の仕事はとりあえず気絶を巻く、ばらまいてく。戦う剣士たちに光を。レディーゴー。無双天地。はい、銃弾がない。さあここ2体止めてるのはでかいですね。で4ターン目。気絶いいね。戦う剣士たちに光を。さらに必殺光ってる。あ、いいね気絶。まあこの気絶がでかいっすよね。天はこのラオウを呼んで。でこれでさっきのね憤怒モードを待つ。憤怒の一括からの赤フラッシュを待つ。まあそんな感じだね。さあ来い。五ターン目ね。誰も必殺光ってない。天はこのラオウを望む。さあ負のピンチ。オッケー。さあ踏ん張りあと1っすね。天よ。天はこのラオウを望んでいるのだ。あ、ここはね、不動の必殺光ってるので。直江必殺撃てます。
戦う剣士たちに光を。これで撃てるようになる、ラオエが。さあ、龍拳は気絶。あー、少佐落ちたね。ごめんよ。ナオイ来ました。戦局を一気にひっくり返す。楽しすぎないですかこれ。このダメージで全員持ってってもう一発撃つ。全員倒してね、陶器稼いで。楽しすぎるよねこれ。あの無双シリーズあるじゃないですか。無双始まっとるもんこれ。敵将撃ち取ったり、ごちゃ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 喋っとったな。みんな行こうかも。さあ相手はね、復活使ってるので倒せばもうチャンス。天はこのラオウを。ソニックはリングがあれば大丈夫です。オッケー、龍拳倒して。戦う剣士たちに光を。レディーゴー。はい、しっかりねリング補充して。天はこのラオウを。まあただこっちのパーティー軽くないんですよ。なんでファルコとか倒すのはまあ時間かかるんですけどね。祈り。さあソニック、まあ、まだ大丈夫、いける。その心が最後の力を与えてくれよ。さあ不動ね、必殺光ってる。戦う剣士たちに光を。で直江が必殺出ます。レディーゴこのラオウを除く。緩急か。長い戦いですね。さあラオウ落ちて、ソニック、あと9。はい倒れた。さあ、ナオイ勝って。天はこのラオウを望んでいるのだ。ちょっとこれ見るか。ん？いざ。入る。止めだ。敵将、撃ち取ったり。もう一丁。やりたい放題っすね。天はこのラオウを望んでいるのだ。
戦う剣士たちに光を。そこだ。さあで復活。いい勝負でしたねこれ。最後まで俺ちゃんと見てなかったんですよね。めっちゃいい勝負でしたね。はい、ということで直江兼続ファンに送る、いかがだったでしょうか。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。